度は結構奥側から出した方がいいかな。でこう滑り落ちるように乗って、赤さん、はちひろさんいらっしゃい、一ゲットありがとう、たすけさん、シーフさん、ザッパさんいらっしゃい。犬の顔がニヤニヤしてるように見えてきた。この作戦でいこう。赤ずらしゅ、ぶちやくさんいらっしゃい、まあ、こんばんは。ナイトロさんいらっしゃい、こんばんは。いけたいけたいけた、いけたわ。ちょっとあの罠は取らないでおくわ、怖い。てっちゃんいらっしゃい、うん、もう一踏ん張り。なんかおらんかったっけ、こいつがおるんか。よしよし、コツいらっしゃい。なんか引っかかった。のりとぺさんいらっしゃい。あ、ありがてえ、ちょっと出た。エルクさん、ユウさんいらっしゃい。スネークで、あっちゃんいらっしゃい。顔出さないな。そっかそっか、どうしたらいいんだ？食らうしかないん？マットさん、17個目さんいらっしゃい。説得する。バリアでもさ、一瞬で消えるから、あっちに行くと同時に倒す。復活してたもんね。汚ねえぞ、シールドも仮。ちょっと頑張る。負けイベかもしれん。鬼畜やな、あずこ。いらっしゃい。体力をね、温存しとかんといけんね、あそこも。油断大敵。いかないよね。どっかの面で取ってこんといけん。よし。1マス間のスライディングなら途中で切り返してずっと滑れるんじゃ。1マス間のスライディング、1マス間、
い怖い。間に合った。よし。シュバー。で、ここにもいて、ここがラッシュか。チャージショットすごい早いね。よし。で、ギリでまずラッシュを出して、 OK。 で、ここは滑るように行く。欲しい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 。 OK。 で、大きいのが来るから、ゆさいなさい。こっち側行ってみようかな。ちょっとスカルバリアをつけながら。なくなっちゃう。来たで。昔あの弁当箱みたいなゲームボーイでよくアクションゲームやってた。やっぱ今やると難しく感じるのかな。ゴーストさん、セップさんいらっしゃい。ドリルから行ってごめんごめんごめんってば。48個目さんいらっしゃい。ゴミマン来た。ゴミマン行くぞ。幽霊？ああ吸われてる吸われるんだが、吸われるわ。吸われると同時にこれ吸ってくんないかな。ダウトマン、ダストマン、アキさんいらっしゃい。そっか、掃除機だから。ちょっと一個ずつしていくわ。まずスパークから。いやでもこっちの面だから ここかもしれんもんね。ちょっとまずスカルバリアでいくわ。あ、消えた。スカルが消えた。じゃあこの DI で。やみちくり。聞いてないね。こっち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 。全然食らってくんない。連打ダメ。はい。でも場所は分かった。もうあそこは食らってもうダッシュで行こう。うんうん、先が見えたな。いけるいける。聞かないと分かったら食らったみつ。焦って連打いちゃうんよ。今のうち今のうちと思って。セイロモツ。
バリアで吸い込み終わりを狙ってもいい。うん、そうだね。ちょっと今スカルが裏切ったので予想外でしたわ。うん、誰か弱いって言ってたよね。私もそのつもりで。ただしダストマンはゴミですみたいな。あー、やっと先が見えたな。癖になってきた。たどり着くまで頑張ってくれない。なぜあいつは消えるんだ。それより弱いそうだ。私が弱いんじゃない、ロックマンが弱いんだ。ダスマン強。よし、風評被害。こうでもすんごい頑張ってこうボスにたどり着けた時めっちゃ楽しい。何が何でもぬっ殺してやるって思っちゃう。待ってろよ。 OK。 うんうん、まあそれがアクションのいいところだよね。エンディングはほんとシンプルだけどさ。スクラップにしてやろうか。コハチンが踊ってる。そろそろ小原が来襲するかも。んーで、頭に出た時ヘルメットからでも死ぬんですね。この音楽が気に入ったか。いいよいいよ。貯めます。明日もロックマンです。ロックマンだよ。モンハンもやりたいんだけれども、ゲームボーイ福袋って何があったかな。なんかね、覚えてるのはキャプツバと6つの金貨と、あとあれだわ、テリーのワンダーランドとかいう、あれ RPG だもんね。ヒデさんいなさい。コブラどこ、コブランボスどこ。君は夢を見ていたんだ。あ、そうだね、坂があったね。そうだそうだ、ドラスピでしょ。ゲームボーイのドラスピはない。うん、あったあった、魔界闘士。てりゃあドラクエ6までやってからやった方が楽しい。あ、了解です、わかりました。じゃあすぐやらないでおくね。夢ならしゃあない。なんかね、みんなおかしいこと言うんよ。ジェームスボンドさんとか。あれみたいな。身に覚えがありませんね。そうですね、佐賀も忘れなく。初見です。はい、いらっしゃい初見さん。ゲームボーイ版です。ワールドはゲームボーイしかないんじゃないの。これね、去年買った福袋の作品で。そうですよね、コブランパス。ソフランのドラクエって2まででしょ。え、何を言いますか。4まで終わりましたけど。あの問題のエンディングを見たじゃないか。4のサトシさんいらっしゃい。どれも好きだったよ。あ、本当にファミコン版は知ってた。今ね、ダストマンとかいう道中が厳しくてね、
この麺何時間ぐらいやってる？4時間ぐらいやってるよね。でさっき初めてボスに会いました。なんか問題だったっけ？なんかこう心がざわざわするようなエンディングの生まれた村に戻って、行くぞ。ほい、よし。でもね、ダストマンに会えたからちょっとやる気がまたもりもりと。危なで、やる気消沈するとこだった。危ねえ危ねえ。こいつはあと20年ぐらい遊べそうですか？みんなまだ生きてる？見ててくれ、見届けてくれる？ゾンビ的なね。私は過信すると死ぬ癖があるからな。微笑んでる、ロックマンが。よし、ノット過信。さすがに生きてる？初じゃない？ここで3玉あるの。ラーメンの玉みたいだけど、3玉。スライディングね、怖いんよ。ちょっと落ちそうで。替え玉が3つもある、ロックマン。ここも慎重に。そしてこいつは枕投げにいたします。あ、そうだね、帰りはスライディングでいいね。ペンギンさんいらっしゃい。うん、生首生首ペローン。でここはギリギリでラッシュをまず出します。よし。でもう一回出して、あ、犬が消える。よし、よし。あれ、よいしょ。あ、いけた。あ、いいで、ジョラスピ40年見てる。残像だ。さあ力むわ。クロムゼさんいらっしゃい。あ、もったいな。あ、もったいな。でもドリル効かなかったから、ここはスカルで。スカルかな。スカルかもしれんな。この DI って何だったっけ。DDD ダイレクト。何かを見そうな声だった。吸い込み中って。あの、吸い込んでるかそうでないかの。あ、だいぶミサイル。あ、ヘビを押す。じゃあちょっとここ スカルで行くね。あ、あ、そっか、ここは敵がいないから出しても意味ないのか。この瞬間に出す。この瞬間に出す。はい。あ、ヘビ吸い込んでみたいな。あ、なるほどね。でもね、大概ね、弾くんだよね。いくよ。じゃあちょっとヘビ推しの人がいるので行ってみたいと思います。行きます。ほーい。ん？なんで吸わないの？聞いてないね。聞かなかったな。じゃあだいぶ
だいぶミサイルでダイブにするわ。あ、コハが、コハが起きた。ちょっと行ってきます。
じゃあちょっと遅くなったけど、次枠ちょっとやります。一応枠にあったな、ごめんなさいでした。お疲れ様です。うん、これでいこう。チャピーさんありがとう、お疲れ様。ハッシュタグロックマン。